サッチクエスチョンズアカデミーのアプリ作る社長です。皆様、世界でチャレンチャレンしてますでしょうか？本日はですね、デジタル教科書のニーズというようなところでお話の方をさせていただきたいと思います。私のこちらの番組の方ではですね、 iPhone アプリを世界で売るための戦略というようなところでマーケティングに関するお話などをさせていただいております。主に YouTube の方で配信させていただいておりまして、 YouTube の方はですね、 iPhone アプリの作り方、ラズベリーパイによるリモートサーバーの構築方法、仮想通貨のマイニングなど少し専門的なお話などをさせていただいております。こういったお話がお好みというような方いらっしゃいましたら、 YouTube の説明欄の方に、番組リスト別に URL 貼ってありますんで、こちらよろしくお願いいたします。キャッチクエスチョンズ、またはアプリ作る社長で検索していただくと出てくるかと思います。ではですね、本題のデジタル教科書のニーズというようなところのお話なんですが、コロナのね、流行がまたぶり返してきそうみたいな、そんなようなところもあり、緊急事態宣言が東京ではです、12日からまたこう適用になるみたいな、そんなような状況なところもあり、今後、やっぱそのデジタル教科書っていうのは、このニーズはまだまだこう求められるところなのかなというようなところから、こういったお話をちょっとさせていただければというようなところなんですけど、実際このデジタル教科書っていうのは、利点もあるのは確かなんですけど、欠点も一つあるなというようなところがあって、その辺を少しちょっと考察を入れながらお話の方をさせていただきたいと思います。とにかくですね、今リモートニーズが、求められておりまして、で、オリンピックとかもですね、これもしかしたら、もしかしたっていうか、もう決まったんですかね、無観客にこうなるというようなところで、結構広告主となるスポンサーの方々とかも結構かわいそうかなというようなところがあるんですよね。かなりのね、宣伝効果期待 してたところもあったと思うんですけど、今ね、このタイミングでこう広告とか宣伝オリンピック関連で出したりすると、マーケティング的にはもう逆効果になるかなというような、そんな感じですよね。世論もですね、かなりオリンピックに対してはちょっと厳しいような意見結構飛び交ってるようなとこがあり、アンチがとにかく多いと思うんで、なので、巨額な広告費を払って、自分の自社のブランドイメージを悪くするみたいな、そんなような流れにこうなっちゃってるようなとこがあるんでね、だから本当その辺はちょっとかわいそうなとこありますよね。はい、で、そんな今夜で、リモートの、これからのニーズっていうようなところ、とにかく、日本はですね、衛生的な点はもう結構、意識されているというか、なんですかね、イギリスとかだとですね、例えば今スポーツとかで、サッカーとか、その辺の試合とかがもうボンボン開催されているというか、密集しようがそんなの関係ねえみたいな、そんなような世の流れになっているようなところがあるんですけど、日本はやっぱ異常なんですよね。こういった部分でやっぱね、高齢者が多いからですかね、若者向けの何かこう娯楽がどんどん潰されているような、そんなようなところもあるんですけどね。その辺からリモートニーズを考えると、日本では特にこの、リモートの技術っていうのはこれからもちょっと求められていくんじゃないかなというようなところも、あり、そういったところで、どういったアプリを作っていくいったらいいのかな、その日本のためにこう助けになるのかなといったところ、ちょっと日々考えているようなところもあります。で、今現在ですね、やっぱり学校の方もですね、もしかしたら閉鎖するんじゃないかなというようなところがあって、でデジタル教科書とか、そういったものが、結構、注目されていて、それによる、利点と弊害みたいなところがまとめられたような記事があって、そこを、今回ちょっとお話しさせていただきたいと思います。引用元はですね、昨日にちょうど出てたかと思うんですけど、ヤフーニュースになりますね。で、デジタル教科書っていうのは、学生の、理解度を、助ける反面、大事な部分の教育的要素を書いてしまう可能性もあるというようなところでまとめられたところがあります。で、まず利点の方から申し上げますとですね、よくこう、
声として挙げられていたものとしては、やっぱそのデジタル化することによって、例えば課題の、例えば日記、作文だとかそういったものの類とか、書く、文字数が、平均的に200文字ほど増えたとか、やっぱ実際の手書きで書くよりも、その、情報をこうタイプする方がもう圧倒的にこう早いので、なので、学生側からしても自分の考えとかそういったものをよりこう、数多くこう、文字として表現できるようになったみたいな、そういうような統計データが出てたりだとか、あとは算数の授業とかで図形の把握とかがしやすくなったとか、そういったのもありますね。あとは英語のネイティブの発音が、すぐ確認できるんで、デジタルの教科書とかを導入すると、その辺が結構良かったとかいう、いい意見、結構ありました。で、私も、これに関してはですね、基本デジタル派の人間なので、反論とはありませんというか、むしろこの辺はすごくいい点だと私自身も思っているようなところがあります。ただですね、この一方でですね、失ったものもあるというようなところがあるんですね。それはどういうことかというようなところなんですけど、これはですね、アップルの創始者のスティーブ・ジョブズも言ってたことでもあるんですけど、彼自身もですね、自分の子供に iPhone を持たせないような決断をした、理由として、ここを多分意識されてかだとは思うんですけど、例えば小学生とかそれぐらいの年代のうちにこのデジタルずくめの状態にしてしまうとですね、思考力がですね養われなくなるというようなところ、この辺はスティーブ・ジョブズも直感していたところもあるんですよね。やっぱ早い段階からデジタルに、触れてしまうとですね、自由な発想とかそういったものがなかなかできづらくなってくるというようなところもあり、実は私もそうなんですよね。アプリとか iPhone アプリとか作るときとかなんですけど、いきなりこうデジタルとかでなんか書くんじゃなくて、紙の上にですねペンでスケッチしながら、自分のアイディアとかを、書いていくんですね。それでどういうようなアプリ作ってみようかなというようなところの全体像をこう思い浮かべるというようなところなんです。で、この点がですね、やっぱデジタルづくめにしてしまうと、いわゆる直感力というんですかね、自由な発想を表現する力っていうのが、養われなくなってしまうんではないかというような指摘がありました。これは私も、まさにその通りじゃないかなというふうに思ったりもしております。で、やっぱね、デジタルだと簡単にコピペとかできてしまったりだとか、あと図形の微妙なね、その曲線とかそういった部分にこう思いを込めた、手書きの部分ですよね、そういった部分ってのがやっぱ表現しづらいんですよね、デジタルだと。だからこの辺がやはりこれからもそのデジタル教科書では課題になってくるんじゃないかなというような感じで指摘されていたところでもあります。こういうようなところでじゃあどうしたらいいっていうようなところなんですけど、これはどうしたらいいんですかね、アップルペンシルの導入ですかねっていうような感じで最後はアップルファン的なちょっとコメントになってしまうようなところもありますけど、ただですね、手書きってのは本当に結構大事なところもあるんで、特に想像力を養う上での手書きですよね。この辺はですね、やっぱデジタル教科書今後導入されたとしても、この部分は教育という現場では必要になってくる要素にはなると思うんでね、この辺は、もし教育関係者の方とかね、この番組もしかしたら聞いていらっしゃる方ももしかしたらいるかもしれないんでね、この部分の大切さというのも一つ頭の片隅に入れていただければと思います。私のこちらの番組で何かアプリを作ってみたいというような方も結構いらっしゃると思いますが、この手書きの部分を教育できるようなツール、この辺を、一つこう課題にして、デジタル教科書と、それから、Apple Pencilとかその辺の端末を使ったら、そういった部分をこう養えるような、そういったリモート教科書、デジタル教科書ですね、そういったものをこう作れなくもないんじゃないかなというような感じで私も思ったりしておりまして、一つ参考にしていただければと思います。最後にいつもと同じ言葉で締めさせていただきたいと思います。IT エンジニアに栄光あれ。